バジル横川ステージトップバッターはですね、ゾンビナイト公式アイドル、アイラブユーアイリサンドさん、ステージから参加です。どうぞ。
もしているので声は出さずにですね、私がこんにちはって言ったら手拍子でパンパンパパパパパンってやってください。こんにちはって手拍子で伝えてください。いきます。皆さんこんにちは。パンパンパパ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 上の人たちも行くよ。横川ゾンビライト楽しんでますか？イエーイ。ありがとう。めっちゃノリノリ。ありがとうございます。私はですね、横川の、公式ゾンビアイドルとしてですね、今日もいろんなところにポスターとかが貼ってあると思うんですけど、そのポスターの真ん中の赤色のねキャラクターがいると思うんですけど、その真ん中でゾンビアイドルをさせていただいております。毎年ちょっとね、怖いメイクをしすぎてみんなになんかね、怖いよ、怖すぎるよ、原型とどめてないよって言われるので、今年はちょっと可愛いちしゃみこの可愛い感じで来ました。ありがとうございます。すごいんですよ、横川ゾンビナイトとかも広島の人でゾンビナイトってだいぶ認知度高いんですよ。だけどアイラブやりちゃう全然認知度高くないの。でも私、ゾンビナイトのポスター見たことありますか？あるあるって言われて、それですって、おーってなる。そうなので、ちょっと今年の目標あと2ヶ月しかないけど、ゾンビじゃなくてアイラブユーアイリーちゃんで覚えてもらえるように頑張ります。しかもね、最初はあと2曲ほど踊らせていただきました。最近本当にね、私広島で活動をスタートしたんですけれども、アイドル活動をスタートさせてもらって始めた頃から踊ってみた、今のねダンスを始めてステージに立つようになったんですね。なので最近は原点回帰でステージに立つ時には踊ってみたをさせてもらっております。もう2曲ぐらい踊ります。まだ踊ります。なかなか今ね、こう声出せないじゃないですか。なので皆さん今日すごいカメラめっちゃみんな新調した。カメラのグレードがみんなどんどん上がってるように思うんですけど、今からまたもう2曲ほど踊ってみたをするので、踊りを見てもらったり手拍子したり写真を撮ったりして楽しんでいただけたらいいなと思います。ありがとうございます。本当に最初はね、ポニーっていうかっこいい曲とスイートデビルというちょっとハロウィンチックな感じ、同じこの服を着てニコニコ動画っていう動画サイトでも投稿させてもらっていて、11月1日の月曜日には YouTube にも投稿されるので、よかったら見てください。ありがとうございます。で、あと2曲踊るんですけども、グリーンライトセレナーデという楽曲と、ポッピンキャンディーフィーバーっていうかわいい曲を踊らせていただきます。グリーンライトセレナーデはちょっとかっこいいっていうか感動的な曲になっているので、まずは見ていただけたらと思います。ではお願いします。
戦術でもまだつけてないよ、拍手。グリーンライツセレナーレ、そしてポッピンキャンディーはお届けしました。ありがとうございます、グリーンライツセレナーレという曲はグリーンライツが、ね、青信号、セレナーレが、まあ、恋人とか大切な人っていう意味なんですけど、未来に向かって進んでいこう、青信号だから踏み切って進んでいこうっていう、そんな思いのこもった素敵な楽曲になっております。ポッピンキャンディーフィーバーはもうとにかく楽しい、ツインベール持ってブンブンで回してる可愛いらしい曲です。はい、いろいろね動画とかも上がってるのでぜひ見てほしいなと思います。で、今日はなんでこんなに私が踊れるかっていうと、いっぱい食べてきたからです。これはジャミナイトでなんか関連のもので食べてきたよって人、全然おらんじゃん。でもね、あれだよ、しかも今日は駅北、駅の裏側の方で横北マルシェって言って、なんかいろいろお野菜が出てたりとか、お酒の酒店さんがお酒とか瓶出してたりとかいろいろしてたんですけれども、今日3時までなんだよね。私のステージ3時からでしょ。3時までなの。だからもうちょっとやってないかもしれないんだけど、明日も皆さんちょっと待って、明日も横川ゾンビナイトあります。明日も同じ時間でやってますね。はい、なので皆さんぜひ遊びに来て食べて飲んで楽しんでください。でもね、その横北マルシェしてなくてもそういうお店はたくさんあって、本当に美味しいお店いっぱいなんですよ。私も今日ここ来るまでに裏なんですけど、北口の方なんだけど、トリスっていうお肉屋さん食べてきたんだけど、めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい。もうなんかタンとか赤身肉の盛り合わせ食べてきちゃった。がっつり食べてきちゃった。そう、本当に美味しいので、皆さんね、本当に横川は美味しいお店いっぱい、皆さんぜひ横川に行きよきって思う。楽しく楽しんで食べて食べて飲んで、ステージもこの後もいっぱいいっぱい楽しんで帰ってください。はい、ということで残り2曲、そろそろ時間かな。はい、ということで残り2曲はオリジナル曲をお届けしようと思います。皆さんね、手拍子をやってって言うと思うんですけど、一緒にこういう感じで手拍子をしてくれたら嬉しいです。頑張ってね、なんかパンパパパンパンとかできる人は一緒にやって盛り上げてください。ちょっとコールはやめた方がいいかも、多分ね。そう、みんなもね、マスクもしてるし、しっかり声を止めて心で叫んで、手で全部表せて表して楽しんでください。では聴いてください。ハイコンタクト。Come on.
見かけた時に